いやー久保さん。吉田松陰をにこの疑いから入るっていうね。まあ多くの人があんまりしないでしょうね。<laughs> 僕はあの素直に、あの素直に、その言葉を、あのね、僕の大事な部分で、自分がいいなと思ったのは、うんよく解釈するってことですね。うん。<laughs> あの、いいなと思ったことに関しては、あいいと取り入れて、えー、自分の 人生の糧に使うってことですねだからその事実が嘘であろうが本当であろうがどうでもよくて実は実はね <laughs> 実は僕はね嘘だろうが本当であろうがねどうでもよくてあのー、それをどう自分に生かすか殺すかだけだと思うんですよ僕はね、うん、だから前ね僕の面白いドラ,ドラマも見ないんですけど草なぎ剛さんの嘘の戦争っていうやつがあって超面白かったんですよそれ。 でその主人公草薙剛はとにかく嘘をつき続けるんですけどだけど嘘をつき続けた結果嘘が本当になっていくっていう話でだから嘘は悪いことなのかっていうこの思想哲学がちょっと入ってるんですよ嘘っていうのはそもそも悪いことなのかみたいなこれ面白いなっていううんだからなんだろうなあのー、例えば吉田松陰のねその話がね嘘だったとして 誰かが作ったものだったとしてもあのずっとそれが残って何か誰かにいい影響を与えるんであるならばそれは嘘のままにしといた方がいいんじゃないかなっていう <laughs> ね多分ね歴史って隠蔽されたりとか、まあ、どっかで書き換わってるはずなんですよまあ久保さんの言う通り絶対書き換わってますよねっていうか何百年何かなり昔の話なんでねうんどっかで多分ねなんかその なんかその昔マジカルバナナ、マジカルバナナみたいななんかあるじゃないですか。なんか昔ね、クイズ番組であったと思うんですよね、古いな。マジカルバナナってなかったですかっけで、あれでなんかその、一つのことをこうみんなで伝え合うみたいなね。だけどどん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 ,どんね、話が変わってくみたいなね。<laughs> なんかあったような気がするんですけど。だ変わってると思いますよ、多分。あの、多分変わってますね。盛られてるかもしれないですし。 でも、もられてようが、もられてまいが、嘘でも、本当でも、まあ、いい影響が、与えられてるんだったら、僕は、その、いい影響に、乗っかると。<laughs> 乗っかり人生ですね。久保さんもね、久保さんのすごいところはあの、ライブに乗っかりまくってましたからね。<laughs> もう、とにかく乗っかるっていう。で、僕は今、久保さんに乗っかってるっていうね。<laughs> そう。久保さんと結構セミナーさせてもらいましたけど、 僕は有名じゃなかったんだけど、久保さんの方が有名だったんで、もうあの乗っかって待ってしたけどね。うーん。あまあ、ありがたいですよね。今もね、乗っからしてもらってますけど。<laughs> まあ、でもね、久保さんがあの先に死ん,死んでいただくと、あの、あれですね。あの <laughs> 僕しかいなくなるんで、ライバルがいなくなるんで僕、僕いけるかなっていうところですね。まあ、どっちが先に死ぬか、ラトレースですね。<laughs> そう。 まあね、僕最強の、まあライバルって自分なんですけど、やっぱね、久保さんですね。多分世界、日本探して、久保さんが僕ライバル。だこういうライバルに出会えたことが僕の人生の宝だなと思いますね。久保哲郎っていう人間と絡めたっていう。ここまでだってね、久保さんね。多分ね、ここまで絡める人って多分絶対いてないですよ。いや、本当にいない。 久保さんもいろんな方とワンツーノーガンのやり合いとかした、えー、してるし、した経験あると思いますけど、まあ、絶対無理ですね。こんな続けられないですよ。こんなやりとり。<laughs> ここまでの回数重ねられないですよ。多分ね、僕たちって無限にでき話せるから、多分無限に続くですよね。<laughs> これをね、やっぱね、生涯で一人でも見つけられたっていうのは、だからね、あの、闇金牛島くんがね、のなんかあの、映画で、友達めっちゃいるねんっつってね、最後、じゃあ、お前、 あのなんか生き埋めになってるんですけど、じゃあ金、お前そんなにね、ゆるあの友達になったら電話して金借りてみろと。許してあるから、みたいな。で、電話するんですけど、誰も金貸して、もう1000人ぐらい確かあいるんだけど、誰も金貸してくれなくて、生き埋めになるっていうね。だから、数じゃなくて質ですね。<laughs> 一人でもいいんじゃないかなと思いますね。そう。永遠のライバルみたいなね。だから、その悟空とベジータみたいな感じですよね。 もはや悟空とベジータですよ。まあ、あと、フリーザと、フリーザも結構ね、あの、結構まあまあいいキャラクターだったと思うんですけど、悟空と、ね、ベジータ。みたいな感じじゃないですか <laughs>。そう。そう。あれじゃないですか、今度あの、フュージョンセミナーっていいんじゃないですか、フュージョン。フュージョンセミナー <laughs>。ね、コロナ落ち着いたら、フュージョンセミナー。だって、イリュージョン、なんだっけ なんかいろいろやってきたじゃないですか。フュージョンってやったことないんじゃないかな、久保さん。フュージョンセミナー。フュージョンないですよね、多分。ねえ。なんだっイリュージョン、イリュージョン、イリュージョンですよね。イリュージョンだった、イリュージョンセミナーだったような気がするな、名前。なんでしたっけイリュージョンみたいな名前でやってましたよね。フュージョン、フュージョンいいんじゃないですか、フュージョン。ね久保さんも暇だから、体動かさないと。 まあちょっとね、まあ、やるっつっても当分先ですけどね。そう。いやー。まあでも、久保さんに出会えてね、僕はね、よかったです。もう久保さん以外、いらないですね。いらない、まあ、ていか、いらないというか、このやりとりができない、できる人が、まあ、いないので、世の中に。<laughs> まあ、ありがたいですね。うん。な人生は、濃さだな、と思いますね。濃さだと。いってらっしゃい。